さあということで入ってきました、かりんさん、はい、うわすごいコレクションが全部並んでる、はい、すごいどれも見たいけど、じゃあちょっとかりんさんに案内してもらいましょう。まずどこから行きますか、はい、まずですね、はい、今回の目玉商品ですねトピックスね、トピックスですけれども、うん、そちらにございます、はい、じゃあちょっとここで、はい、うわほらまず最初、うわうわすごいダイヤが、ダイヤがいっぱいですね、しかもレザーバンドで、はい、これは素敵ですね、透明ですね、はい、スケルトンになってるね、はい、すごい全部気候が見えるというね、通り抜けて見える、はい、気候が全部見えるというスケルトン、はい、綺麗ですね。そして、はい、こちらもそうです。あ、俺、うわで、ここ見えますがトゥルビオンですね、はい、でこのトゥルビオンっていうのはこの、はい、この回ってるもので、はい、時間をより正確に刻むため、なるほどの機構なんですね、トゥルビオン、はい、そうです。これが今回ってますもんね。そうです、トゥルビオン、はい、の方がサイズがちょっと大きめですね、はい、そうですね。そしてこれも、あ、これも、あ、これも、これもトゥルビオンが見えてますね。でもあれですね、時間を表すのがこれはディスク状になってますね。そうですね、そう、よくご存知で、はい、上にダブルミステリーというシステムが入ってます、はい、すごい。だから時間と、これは円が回転することによって時間を表してるんですね、はい、ブラックとホワイトと2種類文字盤ですね、はいはい、で、トピックスはどれですか。トピックスはね、そちらなんですけれども、ちょっとまだお客さんいるんで、ちょっとまだ順番に見ていきましょうか。じゃあお客さんいるの、はいはいはい、じゃあこちら、これはこれもトゥルビオンなんですけれども、ご覧の通りこうフランク・ミューラーの特別なこのヴィザン数字ですね、うんうん、はい、これがこの数字が好きなんですよ僕、ね、このデザインが、はい、これがいいんですよね、うん、アールデコっぽくて、そう、うん、なんかね、柔らかいんだけどすごくなんていうか主張があって、この数字だけですぐ分かりますよね、そう、好きになりますよね、うんうん、これはまあ多分これがダイヤの、この中もダイヤですかね、ブルーサファイアが、ブルーサファイアが入ってるんだ、はい、ね、こっちは入ってないけどね、はい、でもこれはシルバーだけど、こっちは材質が違うんですね。こちらはピンクゴールドで、これはホワイトゴールドです。ドで、これ夜になったら見えるんです、こう、あ、浮き出てくるわけね。そうです、はい、すごい、ちょっと少しあれ暗いところで見てみたいです、うん、はい、そしてそろそろ行きますか、ちょっと今狙ってますけども、はい、はい、こちらがちょっと待って、新生、はい、新商品です、そのトゥールビオンの部分が、はい、大きくない大きい、なんか随分で円が大きいですよね、はい、これ普段は、15ミリぐらいしかないんですけれども、直径は、はい、でもここはこれは 新しくて世界初めてなんですけれども、トゥルビオンが2センチほどの直径があります。2センチ、はい、すごい。ちょっと待って、この説明をまだ聞きたいところなんですけど、はい、ちょっと言っちゃう、フランク・ミュラーさんのご本人が来てるみたいなんで、はいはい、行っちゃいますか。ちょっとカリンさんご紹介いただいてもいいですか。こんにちは。アンシャテージマベサシャ。アンシャテ。Nice to meet you. Me too. Thank you for your time. Merci. Well, we have just started to see the collection. Could you? Well, we're gonna see all the collection from、yes. now on. Could you introduce the highlight of this collection? What do you want to?Let the people know about this year's collection. I think this year we make the mega tourbillon.、Mm-hmm. So it's the very big size tourbillon、yes. inside the wristwatch、mm-hmm. with a four wheel power,、mm-hmm. 10-day reserve of march.、Mm-hmm. So I think I will show you. Oh, yes, please. なんとご本人から紹介してもらえて、今トゥルビオン説明聞いてたところですが、トゥルビオンがメガでサイズが大きいと、3月からなんと手に入りますよっていう話をしてましたが、yes.mm-hmm. Thank you. So this is the mega tourbillon you have、yes. here. The size is big, no? Yes.、Mm-hmm. So the size of the tourbillon is very big. Yes. So we make the special movement to make the tourbillon the bigger is possible、uh-huh. inside the watch. この大きくするためにスペシャルな機構を作ってる。That is really difficult, isn't it? Yes. Yes, because.To move a big size of tourbillon inside the wristwatch, you have to remove the full movement、uh-huh. to put lot of power.、Yes. So we have a four barrier, four wheel.、Uh-huh.
これを、ね、動かすためには機構を全部動かして、でその大きいのを回すってことはパワーが必要なんで、それで4つの、4つのパワーでね、4つの車輪あの輪で、まあ、の回してるということなんですけれども。 And she worked for 10 days 10 day power reserve、 10日間これで動くというパワーを持ってるんですね。 Wow, and also the numbers are on the glass, isn't it? Yes, exactly. That's really designable.Yes, it's because we want to show the maximum of the movement. I see. So also the movement is skeleton, so you can really with the eyes go inside of the movement. Okay, so you see the whole story inside. Exactly. そしてですね、これ文字が実はガラスの方に、こう刻印されてるわけですけど、これはなるべくその動くことによってちょっと動かすとね、ムーブメントが全部見えるということで、全てのこの中の機構が見えるようにできているということなんですね。Wow, it's unbelievable. And here we have the Eternitas, different model of the very extremely complicated. And so we have a lot of watch to, to show to the public. まあ他にもたくさんの、so、thank you for coming. たくさんのものがあって本当にありがとうございます。May I ask you the philosophy of your watchmaking? What is your...basic philosophy by making the watches. 時計を作る時の一番の基礎的な哲学は何ですかと教えてほしいと聞いてます。So the philosophy is to make what it's never made before. So it's always to make something new. Yes. The best possible and always to challenge our job, I would say, to challenge the history of the watchmaking, doing.Year after year, always the best and the most complicated. But in the same time, also to enjoy every type of watch. So this is also the reason the collection are very big. Yes. Because we don't like to produce many of the same watch. We consider each people are unique. Yes. So for each people, we can find the unique piece correspond to the personality.なるべくですね、まあ、その哲学というのは本当に今までにないものをチャレンジして新しいものを作る、時計の歴史を新しいものを作ると同時に今までになかったことをチャレンジしていくということも挑戦していると。でさらにいろんな、ね、種類の時計を作るというのも実は一つ哲学で、というのはそれぞれお客さんは一人一人の個性があって、その一人一人に合った時計が提供できるようにということで、なるべくいろんな時計をそのお客様に合ったものが提供できるようにというふうに思っているんだそうです。 So there are lots of people watching in Japan and around the world through the internet. Could you give any message to the fans? I hope you will enjoy the Frank Muller collection. Everybody are in the house of Frank Muller. So we are happy and we say welcome to everybody to see and to enjoy the world of the Frank Muller. It's a wonderful office. Beautiful. Thank you. It's been an honor to meet you. Thank you so much. Me too. So thank you everybody. And...See you. Thank you so much. Thank you so much. ということでフランク・ミュラーさんですけれども、まあ、本当にフランク・ミュラーの世界をどうぞ楽しんでくださいということでメッセージをして、はい、はい、カリンさん。社長さん。あら、メッシー。Hello. ジマペアサッシャー。Nice meeting you. Thank you so much. Thank you so much. It's a wonderful place. Hello, Japan. Hello, Japan. Yes. Do you have anything to say? We are going to show the whole collection from now on. Yes. Okay. Say, do you have anything to say to okay. the people? Okay. I appreciate it.All of this collection, many Japanese people is there, and he looks and he like this collection, and with Frank I am very proud to make service and to make anything for Japan. Hello Japan, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you. まあ本当にね、ありがとうございますと、日本の皆さんありがとうございます。私たちは本当に日本のためにもね、たくさんのことをやってるし、あと日本の皆さんも実際来てね、すごくこの喜んでくれてるということで、皆さんも喜んでいただけると思いますんで、というメッセージをいただきました。いやー、カリンさん、いきなりド頭からすごいですね。もうフランクさんも言えば社長さんも来ちゃったという。そう、緊張しますね。緊張しますね。上司ですもんね。はい、そうです。はい、そうですよね。まあトゥールビオン今ね、実はフランクさんに直にご紹介いただいちゃったんですけど、はい、なんか多数ことありますか？ございません。もうないですか？もうこれ以上カリンさんから言えることはないと。もう社長ね、フランクさんご自身から説明されちゃった、ね。ご本人様に ね。ちょっとね、もう一回見ましょうよ。ね。はい。すごい。あのこのね、トゥールビオンが大きい20ミリ？は
はい、そうです。さっき言ってましたよ、全部動かさなくちゃいけないと。そう、すごいパワーが必要だって言って、うん、なんか4つのバリエルっていうのはこう、うん、輪っかがこうバーってくるのに、それ回すためにはすごいパワーがあるって、うん、が必要だっていうことをおっしゃってました。だって見ますとすっごく動いてますよね。そう、ここにね、あのちょっとアップで見れるようになってるんですけど、これカメラ撮れるかな、はい、ここね、レンズで、あ、これちょっと映らない、じゃこっちで見ましょうか、はい、ね、このなんか心臓が動いてるみたい、ドクドクドクって感じしますよね、はい、で、音もするそうなんです。じゃあなんか生き物みたいな、はい、ね、家族みたいな感じですね本当、言ってみれば一台あったらそうです ね、いいですね、はい、いやもうまだ行きましょうか。じゃあ次行きましょうか、次どんどん、はい、はい、次はですね、はい、あ、これもかっこいい、ちょっと待って、これかっこいい、これ、あ、これレボリューション、はい、これは何、これもトリビオンなんですけれども、あのケースがチタンでできていて、チタンなんだこれ。そうです、で後ろ今ちょっと回ってますね、レボリューションがありまして、はい、なんかこれ立体的になってるよね。そうです、3つのアックスに回るんです、こうして、上下、こうして3つのトゥルビオンが入って、3つのトゥルビオンが動くんです。すごい、これはあのロマン、あのそれこそそれがレボリューションなんですね。レボリューション、まさに革命的な、はい、ということで、これは、はい、これはちょっと欲しいですね、はい、はい